ではこれからファンを動かすパソコンの送風機ですね、冷却機、ファンを動かす実験をします。まず通電の確認から。この 2.5V 電池2本使用しているものに使えますというこのクリプトン球、これですね。これをまず光らす実験から行います。このクリプトン球は乾電池2本をセロテープで留めたもの、これを使って光らせます。導線ですね、エナメルの先端をケーブルを出して、ゴムをニッパーで取った後にさらに先端をちょっと焼いてます。それプラスこれを2本セロテープで留めたものをぶっ刺します。まずはマイナス面に導線を連結して、そしてクリプトン球の側面に導線をくっつけます。さらにそれをこうして上の電池のプラス部分につけると、はい、つきました。 3V でクリプトン球が光りました。こんな感じです。非常にシンプルな懐中電灯ですね。懐中電灯が売り切れたときは、この乾電池2本とクリプトン球と導線があれば、あとセロテープですね、なんとか光は確保できると。ちなみにこの導線部分がむき出しなので、手で持ってると熱いです。このクリプトン球もかなり熱されて熱いです。さて、今度は、この送風機を動かしたいと思います。これはですね、ダイソーで買いましたこの 9V で157円、この 9V で157円のものですね。これです。これをですね、パソコンから取り外した、まあ1000円から1300円ぐらいのファンの、これは3品のものですが、今赤と黄色のところに先端をむき出しにしてあるエナメル線の導線部分をぶっ刺してあります。本来であればこの部分がマザーボードに刺さって、そこから電源を供給した上でこれが回るわけですが、今はこの直接導線とこの 9V の電池で動かないかなという実験ですね。ではこのまず先端にですね、 9V はかなり熱いと思われるので、このティッシュをですね、断熱材および絶縁体として指を保護します。このティッシュで覆った上でこの導線部分をですね、こっちにくっつけます。プラス部分ですね。プラス部分の導線をティッシュごと指で押さえて、そしてマイナス部分を先端だけですね、導線をくっつけてファンが動くかどうかですね。さて、どうでしょうか。ピクリともしませんね。さっき実験したときはこの 9V でピクリとだけ動いたんですが、実験の2回目だからでしょうか、もう動かなくなってしまいました。電圧が下がったんでしょうかね。残念です。ピクリとも反応しません。
では、先ほどの2回目ですね、ちゃんと回ってくれた、本当はあんまこういうのは良くないかもしれないんですが、この 9V のですね、マイナス部分に、この単三電池2本をですね、セロテープでくっつけたプラス部分を直接ぶっ刺します。まあ、くっつけるんですが、それで、3V プラス 9V ですから 12V になります。無理やり電池を3つつけて 12V ですね。これで 12V です。 9+3、 まあ 9+1.5 たす 1.5 ですね。そして今度はこれに電池を導線をつなげます。先ほどと同じようにティッシュで断熱材代わりとしてここを押さえて、そしてできればこう押さえておきたいので指で押さえます。そしてこのプラス部分も押さえ、連結部分も押さえて、でここにヘイッとくっつけて押さえます。お、そうすると見えますでしょうか。ファンが回り始めました。見えますか。この 9V で、よいしょ、扇風機が回りました。 9V たす 3V、 12V ですね。押さえてるのを離すと電子があまり動かないからでしょうか、回りづらいですが、この 12V で回転成功です。この扇風機はファンですね、 12V で動いてくれるということですね。よいしょ、すぐ接触が悪くなってなかなか動かなくなっちゃいますが、まあ、ちゃんと接触を解決すれば、今直接接触部分を指で触ったら一瞬で火傷しそうなぐらい熱かったです。皆さんも気をつけてください。ちなみにこの電池のマイナス部分にはセロテープが貼ってありますので、これが断熱材として働いてくれているはずです。断熱材のないプラス部分を指で触ったらいきなり火傷しそうでした。気をつけてください。こうですね、はい、ちょっと押さえるとちゃんと回ってくれます。これが 12V ですね。はい、ここまでの実験は成功です。さて、これでですね、何が分かったかというと、まずこのファンがですね、ちゃんと動いてくれるものであるということ、そしてこのファンが、12V 必要だということですね。最低でも。9V では動かないということ。まあ、ちょっとピクリと動くんですが、で、この導線の差し方が、このマザーボードに挿す側の細いピンのうち、赤と黄色側から出ていて、その2つが通電していれば回ってくれるということですね。そして最終目的はですね、このファンを磁力で動かないか動かしてみたいなということなんですが、こっからが難題ですね。果たしてそんなことがそもそもできるのかどうかの検証です。さて、今度はですね、その実験用にマグネットを使います。同じくダイソーで売っているよりどり2個105円、つまり4個、この4個で50円ぐらい、まあ4個だけだと買えないので8個セットで105円というこのマグネットを使います。そしてこのマグネットのですね、本来はこういう形なんですが、これをですね、この外側の白いプラスチックを割ってしまいまして、このようにむき出しのマグネットにします。割り方は、糸のこぎりでちょりちょりと切って外のプラスチックだけ外します。そしてさっき通電性が確認された
この導線をですね、先端部分を2つと結びつけます。手で押さえちゃいます。そしてマグネットをですね、配列していきましょう。さて、そんなことが果たして起こるのかどうか。よいしょと。まず実験1ですね。四隅に置いてみました。ピクリとも動きません。ダメですね。この状態で何度かこうして導線をつけたり離したりしますが、全く無駄です。反応ありません。ではマグネットを片側2面を裏返してみましょう。これでどうでしょうか。つけたり離したりしてみます。この導線をですね、ピクリとでも動くか。動きませんね。全く何の反応もなしです。ちょっと立てかけ気味にしてみましょう。よいしょ、よいしょ。一応これお分かりいただけますかね。微妙にこうマグネット左右、一番近いマグネット同士が微妙に磁場が干渉し合って多少の影響は生まれているようなんですが、さて立てかけてみてもダメですね。何の反応もないです。今度は上に置いてみます。結構強力な磁石なのがお分かりいただけるかと思うんですが、おっと、これぐらいにはパワーがあります。これぐらいのパワーですね。さて上に置いてみて何か反応を示すかどうか。すべて同じ方向の磁力で置いてみました。そしてこの導線をくっつけてみます。ピクリとも反応しません。さてどうでしょうか。ダメですね。これを逆さにしてみましょう。再度反応を見ています。これをくっつけてみます。ダメですね。やはり反応ありません。これはまた次回の課題ですね。研究を続けたいと思います。ではお疲れ様でした。ありがとうございます。